こんにちは。2017クリスマス&ファイナルカップはシリーズ6日目準優勝戦の日を迎えております。さあ今日は6日目ということなんですけれども、天気がですね、ちょっと上空をご覧いただきましょう。はい、上空今ご覧いただいておりますけれども、すごい雲がもう上空雲に覆われておりましてですね、もう本当に日もないとこんなにも寒いのかっていうぐらいで、まあ、現在気温がもうすでに昨日よりも2度ほど下がっていて8度ぐらいということで、この後もきっとこう冷え込むということなので、昨日との温度の変化に選手の皆さんがどう調整するのかというところにも注目していきたいと思います。はい、というわけでですね、今日は、9レースから始まる準優勝戦3つのカードのメンバーをちょっとご紹介していきたいと思いますので、まずは第9レースからご覧いただきましょう。はい、第9レースはご覧の6選手による争いなんですが、まあ、ここの1号艇には東京支部の山田隆一選手、ここまで節間3勝を挙げております。そしてこのカード6号艇には地元愛知支部の樋口選手も参戦ということです。はい、そしてチェンジ。はい、続いては10レース2つ目の準優勝戦です。この10レース1号艇には長崎支部の桑原優選手、こちらは節間4勝を挙げて1号艇を手にしているという戦いです。そしてこのレース外枠には5号艇に宇佐美純選手、6号艇に渡辺俊介選手と愛知支部の選手も乗っているという第10レースになっております。そして最後、はい、こちら11レースの準優勝戦です。予選シリーズリーダーとしましたのは岡山支部の新井輝俊選手、ここまで1着が2本そして2着が5本という成績でこの準優勝戦11レース1号艇を手にしておりまして、このレースは1号艇2号艇5号艇が岡山支部3名が参戦ということで、皆さんどのレースもですね、見応えがある戦いになると思いますので、皆さん今日も準優勝戦、まあ、12レースも一般戦ではありますけれども、最後の12レースまでボートレースがまごりでお楽しみいただきたいと思います。ということで、はい、以上です。